made with Clipchamp. Made with Clipchamp. 南楽園という日本庭園に行ってきました。先日ちょうどあの花菖蒲が見頃で開花しているということで、地元のローカルニュースで特集されていて、まあ今年はあの、Made with Clipchamp. 5月、まん延防止条例が出ていたので、その南楽園という公園自体も、それに合わせて5月31日まで閉園してます。で、6月1日から、公演を再開して、ちょうど1日の夕方の NHK のニュースでも、花菖蒲が開花がピークで見頃ですよっていう風に出てたので、翌日2日に、見に行きました。で、結構、人来てました。特にやっぱし年配の方が本当でしたけど、2、3人、まあ、多い、くっても5、6人の、高齢者の方たちですね。まあ、ご夫婦もいましたけれども、やはりお友達とか、あとは、車椅子でね、車椅子の方を連れて、おそらく老人ホームとかでされてそういった関係の人たちかなっていう、グループもあります。今回花菖蒲を見てすごく知らなかったのが黄色の花菖蒲っていうのがあるということで、ちょうどいわゆる花菖蒲っていうのは紫とか青色が一般的に知られてると思うんですが、黄色であったりピンクであったり白であったり、そういったちょっと一般のイメージと少し違うような色合いの、たくさんの品種が、ずらっと咲いてました。ちょっとピーク見頃っていうのにしては少し、ピークは過ぎてた感じでした。で、だいぶ花の方が咲いて、ピーク過ぎてしばらく数日経ったのかなっていう印象ではあったんですけど、ちょうど今がこうピリッキリッとしてるような、いわゆる花菖蒲、日本画に出てくるようなキリッとしたような花菖蒲の、ものも株もちらほらあったので、見応えは十分にあったかなと思う。今年はですね、南楽園は菖蒲園が大きく2箇所に分かれていて、東菖蒲園と西菖蒲園で、西菖蒲園っていうのが地元の郷土料理を出すお店があったり、古民家を茶店にしたような池の前にある、その西菖蒲園っていうのが今年生育不良ということであんまり花が咲いてなかった。でも逆に東菖蒲園っていう一番奥まった方のこう川の流れに沿って菖蒲がずっとこうおそらく200-300メートルで植わっている植えてあるところの方は本当にもうずらーっとこう花菖蒲の花色とりどりの花がこう川面に浮かんでいるようなそんな感じで綺麗に咲いてます。今花菖蒲、南楽園の花菖蒲祭りは毎年5月からだいたい6月にかけて1月ぐらい開催されてるみたいなんですけども、今年はまん延防止措置の関係で6月1日から、
6月12日かな13日かな、まあ2週間ぐらいしか開催されてないみたいなんですけれども、ちょうどあの、事務所のある、南六へ入って入り口正面の、お土産物とか売ってるところのちょっとした、スペースで、今年も飛び焼きのミニ市場みたいなところで、まあ訳あり品もたくさん出てたので、まあ、いくつかあの家族も来るものとか、あとちょっとした一輪出し代わりになるようなものも多かったですね。まあ、ちょっとそれは記念に、まあ、今年の勝負を見に行ったっていう記念になったかなって思います。